はい、本日は2020年の3月の19日木曜日でございます。今日はね、ちょっと豪舎に来たんですけれども桜が、これ桜なんだよね、多分ね、綺麗に咲いておりますね。ちょっとなんていうか、普通の桜よりもピンクが濃いね。なんかどういう種類の桜なんでしょうか。僕あんまりそこら辺詳しくないんですけど、今回はですね、コーチング連続講座、改め、職場で役立つコミュニケーションスキル実践講座をですね、の何て言うのかな、口分というんですかね、そういうのをどういうふうに告知していったらいいだろうみたいのをちょっと考えていたんですよ。そしたら、まあその中で、カスタマージャーニーマップなるものをですね、ちょっとこう知りまして、カスタマージャーニーマップみたいなね、なんか初めて知った言葉なので、ただ言いたいだけっていう、そういう話なんですけど、そんなものをこう考えながら、あ、そうするとなんか抜け漏れなくいろいろああいうことを考えなきゃいけないんだな、ここがなんか今検討が抜けてるなみたいなところがこうだんだん分かってくる、まあ、そういう意味ですごく面白かったかななんていうふうに思うんですけど、まあ、そういうことをしていると、じゃあそれって自分に応用したらどうなのみたいな、そんな話にもなって、でそのなんですかね、自分に応用したときに、なんかちょっとね、今キーワード的に出てきているのが、楽しいっていうことと、あともう一つは、実はそこそこすごい人っていう実はそこそこすごい人みたいな、なんかそんなことがね、自分を表すというのかな、そういう、こうカスタマージャーニー、それこそこうどういう経験をね、ジャーニーをしてもらうのかっていうことに関して、なんかそんなことがちょっとこうヒントというのかな、になんかなりそうだななんていうことを最近ちょこっと考えたわけでございます。じゃあ最近ちかね、今日ちょっと考えたわけでございます。ということで、まあそれがね、今後の活動にどう結実するかは、交互したいということで、本日はこんな感じで、桜の麓からちょっとお伝えしてみました。ご参考までに。それじゃあね。